さあ、それでは続きをやっていこうと思います。まあがっつり前回の撮影のまま続きをやっております。ではね、タイヤの合わせ目消しをねやっていこうかなと思います。合わせ目消しの準備ですね。結構この準備が大事なところなんで、イージーサンディングとかそういったものを使ってやっていきたいところではあるのですが、今回はね、あれでやっていこうと思います。普通に接着剤で、ただ使う接着剤というのが瞬間接着剤、イージーサンディングではなく、こちらですね、タミヤのセメントを使っていこうと思います。でこれを要はこうね、バチッとつけるよというふうになってるんですが、そうね、これね、手についたりするので、私の場合はワニ口クリップとかそういったものを駆使して、ピンセットだとか、ここにこうやって入れ込む、入らんな、ちっちゃいやつにする、あ、入ったね。でここにちょっと多めなぐらいに塗っておくよと。こう見える？映ってるね。こうやって塗っておく。でこっち側も、ワニ口クリップは小さい方しか入らなかった。手で持ってやると余計なとこにね、いっぱいついちゃったりするんでね、ワニ口クリップだとか、まあなんかこの棒に入るペンだとかさ、そういうものを使った方がいいかなと思う。私が知っている本当のこういう接着剤を使った合わせ目消しのこの段取りっていうのは、こっち今塗ってはね、でこっち塗ってじゃないですか、でもう一回こっち塗るみたいな話聞いたんですよ。だけどまあ多分十分じゃないかなと思う。ちょっと塗りが足りない、プクってなるぐらいの表面張力でこう浮いてくるようなさ、プクとこう膨らむ程度に塗った方がいい。夢中ってなるぐらいの方がね、こう合わせた時に、あ、ここ塗り切れてねえわ、足りない、小結局こんなもんだ、プクってなってる。でこのままこいつを軽く外して、器用なことしとるね。こうしてこれをこう合わせるよと。うやると思った、絶対やると思った。もういい、このままいく。指につけたくないんだよ、さっき言ったみたいに変なとこいろいろピチ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 つくようになっちゃうからさ、指につくと。よし、取れた、できた。これでうーっとぐちゅっとこうやっていくと、中につけたそのセメントがむちゅっとこう外に出てくるので、そしたら OK ですよと。ほら見て、こうね、ちょっとこう気持ちむちゅっとこう出てるんだよね。うわ、鍋さんの手カサカサだね、嫌だね、しょうがないね、我慢してください。これでも一応ね、ハンドクリーム塗ってるんです。本格的に乾燥が始まった感じだね。こんな感じ、ちょっと出てるくらい、もうそんなんでいい、よし OK。 でこれから、これをね、可能であれば2日、不可能であっても2日は寝かせてください。2日以上ね、以上別にいいだよ、3日でも4日でも1週間でも1年でも5年でも10年でも100年でも先でいいんだけど、2日よりも早かったりするとなぜいかんかっていうと、芯まで乾いてないことがよくあるんですよ。で芯まで乾いてないと何がダメなのかっていう風になると、肉痩せっつってさ、乾燥していくに従って、例えばもうこれがさ、次の日、明日じゃやっちゃおうとか思って、明日やるじゃない。そうすると、その時は綺麗になるのよ。綺麗になるんだけど、4と3、これが。綺麗になるんだけど、後からね、その、また奥まで乾いてなくて、乾燥が始まって、その塗ったところがね、痩せてくるんですよね。それがね、ダセんだわ。せっかくさ、こういう手間かけてるのにさ、ちょっとこう、あ、早く続きやりたいみたいなさ、感じになっちゃって、急いでやってしまうと、そういうね、痛い目を食うよというふうになっております。で、ここね、後でどのみちペーパーで擦るから、ここのゲート処理も綺麗に仕上げてないんですけど、どのみち擦るじゃないですか。今擦る必要がないんですよね。特にだからね、週末モデラーさんなんかだったりすると、やっぱりこうね、来週の土日がまた楽しみだな、みたいなさ、感じの楽しみができるじゃない。で、その時にはもうしっかりね、中まで乾燥、乾いてますよ、というふうになってますので、
その方がねいいんじゃないのっつって思います。よし、こんな感じでいいでしょう。でまた今と同じことをやる。このね下ごしらえですよ。だからそのね待つこともまたね下ごしらえなんじゃないかしらと思います。スーッとこうね、スーッとこうね、で塗りすぎるとダメなのかっていうと、塗りすぎても別に削る手間が増えるっていうだけで別にいいです。まあ正直言ってね、タイヤの合わせ目消しはねそんなにめんどくさくない、円だからね。うん、これがまた円ではなく角張ってたりだとかさするとちょっとめんどくさかったりするんだけど、円の場合はね割とそんなにめんどくさくない。黙っちゃって、ちょっと割となんかこう段があってさ、ちょっと真剣なんだ今。あんまりねこういうキットならまだいいんですけど、もっとねタイヤにああいうモールドっていうかねディテール刻みがね多いやつになってくると、あんまり塗りすぎてしまうと今度そのモールドに接着剤が入り込んでしまって、それを処理するのがものすごく大変なので、まあ言うてもねカーモデルとかそういう風になってくると、あんまりタイヤにが接着プラスチックでできてるっていうことは少ないんでまだいいんですけどね。と足りないな、夢中と、塗りすぎたな、まあいいや。だれなければいいんですよ。だれるときあるけどね、タイヤ側の方にドボーっつって、あーっつってさ。よし、こんなもんでいいかな。もうちょっと欲しいな。もっとちょうだい。もっと、もうちょっとちょうだい。塗りすぎたかな。いいかな。いいか。別にそんなに。塗り方が悪かったか。よし、これでいこう。ガッ。ガッ。合体。ガチン。よいしょ。さすが。何がさすがだ、素晴らしい。ほらほら夢中ってなりすぎた、ほら見て見て見て、夢中ってなりすぎた。これがねなりすぎるとタイヤのモールドとかに入っちゃったりすると、ね、ちょっとめんどくさいですよね。あとで綺麗に処理するっていうのはね、まあ、ごまかすような感じになるんですけど、まあタイヤをたくさん使った雰囲気を持たせてすり減らすっていう方向性に自分を思わせるっていう消し方。よし、ということで結局これをやってしまうとさ、2日間はこのキット触れなくなるってことだよね。まあだから2日間寝かせて3日後にやりましょうよという感じですね。ほっつ、よし、手につかなかった。よいしょ、同じことをもう一回やります。すいません、まあちょっとここからは参考にならないというか、まあ流してもらえれば。あ、もう終わる、あとこれだけだ、早っ。まあでもこのタイヤの合わせ目消しね、結構ねカーモデルの場合っていう話になっちゃうんですけど、私ねもともとカーモデラーなんで、もともとはガンプラだけど、こっからカーモデラーになってのメインがね、別にガンプラ作るよ。 でこういったねちょっと変わったキットも手出したりとかねするんですけど、あれなんですよ、カーモデルに関しては割とこういうねタイヤがプラスチックでできてるっていうのは海外製のキットで稀に見ますね。稀にね、特にそうだな、他社さんまあまああるな、まあ、正直言っちゃうとプラのタイヤは扱いづらいけど、こういうロボット系であればタイヤの溝とかが非常に少なくなってるんで、まあいいかなっていう感じ、問題には思わない。カーモデルであるとね、ほんと大変、マジで大変。タイヤのパターンどうすんのとかさ、なんかねいろいろある、いろいろなんかこう気になる点がねバカバカ出てきてさ、結局なんかもうすごい適当な感じで済ましちゃう。
いいね。いいね、いいね。よし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 。ああ、しゃしゃできた。一周、一周だけど、ちょっとここ足りない。さっきと同じことやってる。ここが足りない。ああ、塗りすぎた。これは完全塗りすぎだ。ふうふうつって。ちなみに接着剤、タミヤのこのね、セメントっていうのは、溶着なんですよね。プラを溶かしてくっつけるっていう形になってますね、雰囲気で言うと。雰囲気っていうか、まあ実際そうだけど。なんか接着剤ってさ、イメージ的に言うとさ、セメダインとかああいうのを見るとね、結合剤みたいなのをくっつけるみたいな感じなイメージがあるんだけど、プラモデル用の接着剤っていうのは違うんだよね。プラとプラを溶かして溶かしくっつけるみたいな感じだからね。まあ言ってみればこういったところはね、溶接のビートみたいな感じですね。感じね、感じ、感じ的には溶かしくっつけるお互いを。よっ、よし、できました。とりあえず下ごしらえとしてですね、あのこんな感じでこうギュッとつけておきましょう。でこのキットの場合ですと、あのこうね、なんだろう、スナップキットみたいな感じで普通にあのパチンで接着剤不要でくっつくれるような形になってますので、別にこのままでいいんですけど、これが他のねキットであの接着剤であのくっつけるっていうようなタイプであったりすると、こうね挟み込むものが必要になったりするので、じゃないと外れてきちゃうじゃないですか。夢中ってなるのをさ、しっかり出したいっていうところでね、これですと、でもそういった心配はないですよという感じです。ということでですね、今回こんな感じでこれを今からあの3日間寝かせるんですが、例えばこれをあの箱にしまうというふうになったりすると、何かとこうね、例えば他のパーツをこうピチって接着しちゃ、ね、くっついちゃったりすると、このムチュッとしたのがこっちに移ったりとかしたりして大惨事になったりしますので、これはこれでちゃんとこうね保管しておいてあげましょう。じゃないとそういう惨事が起きます。よし、ということでですね、またどんどんね続きやっていこうかなと思いますので、また見ていただけたらと思います。ということで今回はね、タイヤの合わせ目消しの下準備というところでございました。ではね、どんどんやっていきますね。また見てください。ではまた。